要求は2つ。人間界から妖怪の排除および結界の再設置。24時間以内に返答がない場合、1分ごとに1人人質を殺していく。そして1時間待って要求が受け入れられない場合は、人間界に対し異次元法の使用を強行する。乗るかソルか。異次元法？我々が神を気取っていた旧時代の遺物ですよ。霊界にも宗教対立があるとは知らなかった。しかも今も一部に自分たちを神の使いと信じている者たちがいます。はい、どうぞ。ああ、お構いなく。いただきます。霊界は天国じゃありません。単に肉体と霊魂が離れた時に行き着く場所の一つです。彼らにとって魔界の住民はただの異種族ではなく悪魔の使いなんです。彼らは人間を浄化することが神から与えられた使命だと考えています。その中で最も過激な集団が聖聖神道です。彼らは昔霊界の主流派でした。千年単位の周期で地球の気をエネルギー源として異次元法や天変地異を使い、天罰と称して人間の大敗を粛清していたのです。やるならまずわしをやれ。だがそんなことで流れは変わらんぞ。我々の同志も昔似たようなセリフを言った。だが現にお前ら穏健派に取って代わられたではないか。大竹、異次元法にエネルギー注入の準備をしろ。はっ。審判の門の地下格納庫にあるっちゅうのか。すでに使用不能のはずでした。技師と管理責任者をはじめ内部にかなりの隠れ信者がいたのです。エンマ様の悲鳴、制度の激変、霊界住民の不安、奴らはこの木を長い間伺っていたんです。なんだこの音。地球の気が乱れてるんだって。24時間か。微妙なとこだが、なんとか人間界にいる妖怪を魔界に戻してみよう。みんな敵が図に乗る。それに革命が成功しまったら元の木阿弥だぜ。しかし多少遠回りしても犠牲者はなるべく出したくないんじゃよ。24時間もあればうまく片付けてみせるぜ。それより頼みがある。おお、何でも言ってくれ。どうやら敵は30人くらいらしくてな、人質がいなきゃ俺一人で十分なんだけどよ。わしも行きたいとこだが、オーバーワークのせいか腰痛がひどくてな。無理すんな、年考えろよ。久々にパーティー組んでやりたいんだが一人足んねえんだ。そいつ無理やりこっちに送ってくんねえか。さすが大統領権限。思ったより早かったですね。次の大会で必ず優勝してやる。ねえ、久々に燃えるぜ。それでは霊界に案内します。幽体離脱してください。急にできるか。起きながら寝るって感じですよ。さっさとやれ、時間がないんだろ。とりあえず寝てください。私が霊魂体だけを起こします。そんなこと言われても興奮して寝れねえよ。帰ったら覚えてろよ。これが内部の見取り図です。中には正門からしか入れません。外壁を破壊したり空から近づくと警報が鳴ってしまいます。あと10時間か。正確な敵の人数と位置を知りてえな。敵は全部で33人。3は彼ら聖聖神道の聖なる数なんです。人質は全員5階の会議室にいる。部屋に敵は13人。他10カ所に2人ずつ見張りがいる。ガスマスク、暗視スコープ、銃も持っているな。見張りと連絡を取りながら監視カメラで常時チェックしてやがる。
お手上げだな。人質の墓を注文した方が手っ取り早い。クラマ、策は？まずモニター操作が必要ですね。対戦のコントロール室はここか。ドアの前に見張りがいるんじゃね。他に配線をいじれそうな場所？コードを傷つけると警報ブザーが作動します。そのスイッチ解除もコントロール室です。その前に気づかれないように建物の中に入らなきゃいけねえんだろ。だからお手上げだと言っているんだ。テレビスクじゃ考えろよ貴様もな。喧嘩すんな。もう残り9時間。正門、異常ないか？異常なし。正面廊下、異常なし。画面モニター、異常なし。うん。会議室のモニターは 0.5 秒ごとに10箇所を順に切り替えて監視している。つまり5秒ごとに同じ場所が映し出されるってことか。あ？その5秒の間にコントロール室前の見張りを倒して入れ替わらなくてはならないですね。倒すだけなら1秒で済むが、問題はその前にどうやって中に忍び込むかだろ。それは桑原君の仕事ですよ。あれ？もしかして次元塔？待てよ、おい、どこでもドアじゃねえんだぞ。都合よくあの中に切り込めるか。それ以前に次元塔だってうまく出せるかどうか。ちょっと待て、奴らが何か話している。どうやら一元砲の標的は皿屋敷氏だ。何？まあ敵にしてみれば結界を解くきっかけになった原因、悪の元凶はユウスケだろうからな。その住処跡形もなく消し飛ばして当然だ。気をつけてくださいね。いくぜアミロス。大したやつ。嘘も方便ってやつですか。バカとハサミは使いようだ。コントロール室前、異常ないか？異常なし。モニター異常なし。クラマ、どのくらいかかる？すぐです。 OK、 全ての画面を録画に切り替えました。ただし再生時間は2時間ほどです。よし、じゃあ手分けして残りの見張りをやっちまおう。正面廊下、異常ないか？異常なし。異常なし。異常なし。これで全部だな。おい、見ろよこれ。解体不可能、自爆しますだってよ。メインボタンが3つもあるぜ。2つはダミーだな。間違って押せばドカンだ。仕方ねえ、直接奴らのボスに聞くか。残るは人質のいる会議室。敵は13人、1人ノルマ約3人。隙さえあればな。ドアは正面の1つだけ。人質の安全を考えたら奇襲ですね。密かに部屋に隠れて木を伺いましょう。隠れるって一体どこに？どうやってだよ。木を隠すなら森ですよ。返答はまだか？ユウスケ、クワちゃん、クラマ、イエー。残り7時間。モニター異常な。どうした？今だ。何をやってる？やれ。見せてやれ、本物の魔界の炎を。シャオーエンセテカケユーハおい
メインボタンの何色が本物だ。赤か青か黄か、答えろ。我々の究極の教えに第三者の三択というものがある。最後の運命は信者ではなく第三者に選択させるという教えだ。神の意志には絶対、たとえ誰が自分の意志で決めたように見えても、それは全て神の意志。単純な三択だ。皿屋敷氏に向けての異次元砲発射、審判の門もろとも自爆、何も起こらない。お前が選べ。しかしそれは神の意志、必ず。おい、てめえ。毒か、魂の死すら恐れていない。けぇ、マジでターゲットは皿屋敷氏か。嘘から出た誠というやつか。おい、おめえら、すぐこっから出ろ。できるだけ遠くにな。クラマ、ヒエ、クワバラ、大急ぎで人間界へ戻って知り合いだけでも避難させろ。ふざけんな、おめえ一人だけ残せるかい。俺もいいから行け。俺たちだけ安全な場所に逃げろってのか。他の奴らどうすんだ。もしうせえな、グダグダ言ってる暇ねえぞ。もし閉じったら、こっちで俺がそいつらに何万回でも土下座したら。彼の言う通りにしましょう。事情を知らない友人やその家族も助けたいと思うだ。任しとけって。選択問題は俺のお箱だ。残ってたのかおめえ。さっさと逃げろ、早く。ぷー。情けねえよな。マジでビビってんだ。どのボタンを押しても発射しそうな気がしてよ。ちっ、バカすけが。本当に小便たれだね、しょうもない。さっきの単価は嘘っぽちかい。その声は気軽に押しな、ゲンデも担いでさ。ドジ踏んだら、私も一緒に謝ってやるよ。うん。時間だ。よし、やるぜ。ちょっと待ってよ。霊界にいるのはユウスケの霊魂体でしょ。もし自爆ボタンを選んで審判の門ごと吹っ飛んでしまったら、ユウスケは魂の方が先に亡くなっちゃうのよ。ああ